はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第63回でございます。で、今回のテーマが本当の自分がわからないっていうね、悩み相談です。で、サブテーマが答えがない悩みの対処法、そして自分の経験から思うことと、まあ報告でね、ちょっとしょろっと最後喋りますけど、まあ、それをメインテーマとしてやっていきます。で、さっきも言ったように、これ悩み相談です。今回いただいたね。で、実はですね、まあ、メインでもらったのは、ほんとつい先日もらった、高校生の女の子からもらった悩みなんですけど、これね、似た悩みを結構今までもらっていて、小中高関係なく結構もらってる、似たようなことをね。だから、まあ、ちょうどいい機会だし、本当は違うテーマを取ろうと思ってたんですけど、ちょっとこれで喋ろうかなと思います。では、若干ね、なんつうんだろうな、暗い話にするつもりはないんだけど、まあ、若干難しい話になるのかな。同じような悩みを持ったことがある人、あと持ってる人かは聞くと、何かしら得られるかもしれない。でも逆にね、その本当の自分がわからないって何言っちゃってんのって思う方は、聞かない方がいいかもしれないです。だから、なんだ、個人個人の判断でお願いします、そこはね。じゃあ行きましょう。で、先に言っておくと、別にいい答えは出せないです、俺に。同じ悩みを持ってたことがあるので、だから、まあ、自分が同じ悩みを持って、で、振り返った時に、こういうことが大事だったかなって思うことをちょっと喋ってみるからね。で、まあ、それが、まあ、自分の経験から思うことなんですけど、これすごくね、大前提として大切なことが一個だけあると思ってるの。でも多分ね、それだけを伝えたいために、今ダラダラジオを撮ってる気がするんですけど、本当の自分わからないっていうのはさ、例えば自分の中にね、いい自分と悪い自分、まあ嫌なことを考えちゃう自分とかもいるじゃんか、実際。わかんないよ、そんなこと感じたことない方の方が多いかもしれないけど、人にはこう優しくしたりとか、じゃあ何々ちゃん、ちょっとこの問題教えてって言われて、あ、いいよいいよって言ってるんだけど、心の中で、ああ、めんどくさいな、私自分の宿題やろうと思ったのに、なんなんマジでこのタイミングで、とか思っちゃってるかもしれない。で、結構ですね、そういう子っていうのは、そう思っちゃってる自分にすごくへこんだりします。汚い自分がダメみたいなね。で、そうすると、自分の中に一人じゃなくて何人もの自分がいる気がして、特に本当の自分がわからなくなったりする。あとは、思ってることと違うことを口に出していくうちに、何を本当に思ってるか、つまり自分の本心がわからなくなるっていう、そういった状態に陥るんですよ。で、俺がその状態に陥ってた。俺は、人に合わせるっていうのを無意識にやる人だったのね。で、多分これは中学校の時に受けてたいじめが影響してるんですけど、嫌われたくないっていう欲というか、それが強かった。もう嫌われるのが怖かったからね。まあ、嫌われてたから、実際に中学校の時に。でも、もうそれはね、高校の時に吹っ切ったんですよ。吹っ切れたんです、いい意味で。嫌われたくないなと思って人に合わせて生きてたんですけど、今はね、嫌いときゃ嫌えって思ってるタイプなんです。これは今でもそう。これ高校の時に思ったんですけど、100人いて100人に好かれるなんてありえない。これはどんな人でも、どんなに好感度が高い芸能人でも、100人いて100人に好かれることはない。絶対にアンチがいるから。そう。なので、高校の時に、まあ、これね、極端な言い方ですけど、100人いて、1人が自分のことを信頼してくれたり、本当にね、好きでいてくれる人がいるんやったら、それでいいや、みたいな、ふうに思ってたの。今はね、ちょっと現実見て、99人に嫌われるとちょっときついなと思うけどね。そうそう。今、例えばちょっときついですけど。でも、いいんだよ、って思っててね。で、まあ、そういうふうにはちょっと思ってたんだけど、俺は。で、まあ、話を戻すと、こう、大前提として、まあ、そうだね、戻そうか。大前提として思っててほしいことは、自分の中にね、汚い自分というか、違うことを思ってる自分がいることを認めてあげるのがすごく大事。まあ、認めてあげるっていうか、それでいいんだよって思ってあげること。これ俺が勝手に思ってる言葉なんですけど、人って、まあ、人間ってのがいいかな。人間ってね、思ってる以上に汚いです。そう。 っていうふうに言うとね、これ何言ってんだってなっちゃうんですけど、でも、この言葉、ぜひこの言葉とセットで覚えててもらっていいですか？今、1個目言ったのは、人間は思った以上に汚いの。でも、ここが大事。でも、人間は思った以上に綺麗なんだよ。これね、俺がすっごく大事にしてる言葉なんです。
意味わかんないでしょ。矛盾してること言ってるからね、俺ね。で、これどういうことかっていうと、自分の中の心の中を見た時に、やっぱり汚いことを思う自分、ずるいこと、まあ、妬みとか嫉妬とかもそうですけど、持ちたくない感情を持つ場面ってやっぱりあると思う。もちろんこれは全員じゃないからごめんね、当てはまんないか申し訳ないんですけど。で、そうなった時にへこむんだよね。そう思ってる自分が汚く感じるから。でも人間って思ってる、自分が思ってるじゃない、汚いんだよと。だからいいじゃん、汚いこと思ったってって。でも、もし人間が全部汚かったらこの世は崩壊してるよ。じゃあなんで持ってるかって。それは人間には優しさとか綺麗な部分が絶対あるから。で、両方あるんだって、人には。だから自分の中に人に優しくできる自分、人のために何かをできる自分がいる。でも、それの反面、ああ、めんどくさいとか、うわ、羨ましくてマジうざいとか思っちゃう自分がいたっていいんだよ。だから、今回ね、すごく伝えたかったのは、これこの子のもらった悩み相談にダイレクトに答えられてないのは分かってるんだけど、人間っていうのは思った以上に汚くて、でも思った以上に綺麗なんだって。だから、自分の中にどんな自分がいたって、それは自分自身なんだって受け入れてあげること、それがすごく大事。いいんだって、汚いとこがあったってって思っといてほしいんだ。でね、あれです。例えば人に優しくするということがするじゃないですか。やっぱりなんか頼られたら、やっぱりその答えてあげたいと思うしって。ってなった時に、こう、なんだ、言葉が悪いんだ、ちょっと言葉が悪いですけど、いい人ぶってるっていう風に言う人っているよね。八方美人とかっていう人もいると思うんですよ。で、これ昔ね、悩み相談でもらったことがあるんですけど、これ。よくない？八方美人だって。いい人ぶって何が悪いのって思ってるんですけど、ですね、これ知り合いが言ってたんですけど、いい人ぶるっていうことはないと、まあ、その人は言ってて。で、どういうことかっていうと、人に優しくするとか人のために何かをするっていうのは全員ができる才能じゃないんだと。その人が人に優しくすることができるっていうことは、優しくするっていう才能を持ってるんだって。それはものすごく素敵なことで、ものすごいことなんだよっていうのを言ってた人が昔いてね。俺、その考え方すごい素敵だなと思って。俺もそうやって思ってるんだけど。だって、人に優しくできない人っているよ。俺29年生きてきたけど、いるもん。たくさん見てきたもん。自分のことしか考えてない人ってね。いや、わかんない。もしかしたら俺がその人のその面しか見れてないのかもしれないけど。だから、もしね、自分の中にこう汚い自分を見つけてて、でも人に優しくする。ああ、なんか私超自分の心の中でこんなこと思ってんのに人に優しくしてるとか、ああ、私ダメだなみたいなことをもし思っちゃう方がいたら、それは違うと。もしね、まず汚い自分が、それがいることはいいんだっていうことを認めてあげること。そして人に優しくできてるのは、いい人ぶってるんじゃない、自分がその人に優しくするっていう素敵な才能を持ってるんだっていうことなので、まあ、そう思っといてほしいなと思います。で、それとセットでね、俺多分前、どっかのダラダラジオで話した気もしますけど、さっきは人間っていうのは思った以上に汚くて、でも思った以上にね、綺麗だっていう話をしたでしょ？それね、世の中はもう同じなんです。世の中ってね、思った以上に汚いんですよ。そう。でも思った以上に綺麗。ちょっと言葉を変えると、思った以上に嫌なことが起きます。生きてると。まあみんなも実感してるかもしれないけどね。でもね、思った以上にいいことっていっぱい落ちてんだよ。幸せなことって。ただ、おっきい幸せっていうのはなかなか落ちてない。ね。やっぱそれはみんながもう欲しがってるものだから。でもね、いろんな人が見落としてる小さな幸せっつうのはたくさん落ちてんだよ。道端に。だから、そのね、幸せっていう感覚というか、なんだろうな、認識を少し下げてあげる。ハードルを下げる感じかな。そうすると、あ、こんなことでもいいことだって、ちっちゃいことがいいことだって思えるとね、あ、なんか世の中って悪くねえかもって思えるよ。てか、俺がそう変わった人だから。もう世の中に絶望して人間なんて、なんて思ってましたからね、昔はね。そう、人間なんて汚いじゃんって。まあいろんな人の汚いところを見てきちゃったから、そして自分の汚いところもいっぱい見てきちゃったからだと思うんだけど。でも見方を変えると、人間も世の中もほんと捨てたもんじゃない。生きてるといいことってたくさんあるからね。
そう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 。なので、まあそんな感じかな。で、まあ答えがない悩みの対処法っていうのは、確か本当はね、これ、これっつうのはないんだけど、さっきも言ったように、受け入れてあげることがすごく大事。昔ね、死んだ後にどうなるかが不安で眠れないっていう相談を受けたことがあるんだよ。自分が死んじゃった後にどうなっちゃうのかが不安ですって。で、それって答えがないじゃないですか。もちろん宗教上の考えではあるよ。宗教上はね、死んだ後にこうなるっていうのはあるけど、まあ、そうじゃなくて普通にね、考えていたらね、答えは出てこない。で、そうなった時には答えは出ないです。俺も答えを教えてあげられないし、わかんないからね。でも、その悩んでる自分に悩まない、いいんだって悩んだってって思ってあげること。そして、ある程度悩んだ時に、悩んでも答えは出ないよなって、いい意味でちょっと割り切ってあげること。うん。後回しにしとこうって。いつかわかるさ、みたいな感じ。問題を先延ばしにしてるだけって感じるかもしれないけど、そういうふうに気楽に、ちょっと気持ちを楽にして考えるっていうのはすごく大事です。物事に悩んだ時にはね。なので、まあ、そんな感じで、今回ね、まあ、伝えたかったのは、受け入れるっていうことかな。うん。いうのをすごく大事にしてほしいと思います。そして思った以上に、まあ人間はね、汚くてでもすごく綺麗なんだというのを、まあこんなことを言ってたなと、言ってたやつがいたなって思っていただければ嬉しいです。はい。で、最後に報告ということですね。再生リスト追加されましたって、これ何のことやって感じなんですけど、パソコンでまず見ていただいてる方は、今この画面映ってるでしょ、ハイチのダラダラジオブラーンって書いてあって、下に多分今、最近の動画全部そうだね。前回と次回っていう項目が多分出てると思うんです。この動画の下に。で、そこね、その下に多分、もっと見るだったっけな、みたいなボタンを押すと、そこの部分がね、下にブワンって開くんですよ。で、前ね、そこはね、あんまいじってなかったんですけど、今は、各学年とかの再生リストって言って、例えば中1数学なんとかみたいな、まあ、中2数学1次関数みたいなのを押すと、ポチって1次関数の動画の一覧表が出るようになってる。で、それを作りました。ただですね、これは本当最近作ったばっかなので、最近の動画しかありません。昔の動画には添付してないんで、ちょっといじれないんですけど、そうなんです。だから、まあ、今後ね、アップされるやつには再生リストが自動的に載っているので、まあダラダラ上で使うことはあんまないかと思うんですけど、勉強するときに、こう、あ、1時間数見終わった、あ、次この単元探したいんだけど、あ、探すのめんどくさいなとかなったときは、下のもっと見るを見ると、あ、載ってることもありますので、ちょっと載ってないやつがまだ多いんですけど、まあ、その再生リストが追加されているというのを覚えておいてください。で、携帯でご覧の方はですね、あと動画のタイトルの部分をタッチすると、再生リストが一応出ます。ただちょっと携帯だと見にくいと思いますけど、リストは。まあまあそんな感じで、そんなね、細かいところもちょっといじりつつやってますので、まあそれちょっとね、覚えておいてもらえたらと思います。では、今回は、ハイチのダラダラジオ第63回、本当の自分がわからないというテーマで喋らせていただきました。今回もね、聞いていただいて本当にありがとうございました。で、次回どうしよっかな。ちょっと話したいテーマを今回ね、伸ばしちゃったんで、まあそれで喋るか、またなんか相談受けた時にね、あ、これちょっと取り上げようって思ったら、それ取り上げるかもしれませんが、もしよかったらね、次回の方も聞いてみてください。で、まあ今年度ももうちょっとっすね。これアップしてるのが12月6日じゃない、7日でしょ？もう、ちょっと待って、7日？ 14？ 21？ 28？ あと3週？おいおいおい、みんな、年越すぜ。まあだから特別なこと何も考えてないんですけど、まあまあまあ、ね、今年ももうちょっとですけど、まあ今年ももうちょっとですか、まあ、来年も続けるんで別にね、何でもないんですが、まあ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 、年末に使ってね、感じた年末に向かってね、忙しくなると思いますが、頑張っていきましょう。では今回はこの辺で終わります。以上です。ありがとうございました。